そして今回の症状で産婦人科を受診したところ、こちらのヤーズフレックスをもらいました。今飲んでいるヤーズを飲み終えてから、このヤーズフレックスを飲んでくださいと、先生から指示をもらいました。今のところまだ飲んでいないので、私に合うかどうかはまだ分かりませんが、ピルを飲んでいても、重い生理痛が来たりとか、重い生理痛、小体出血というそうなんですが、重い出血、痛みや、出血の量が多かったり、血の塊があったり、そのような症状が出た場合は、すぐに、医療機関を受診することが大切だと、先生から教えていただきました。そして今のお薬がもし合わなくても、また先生の判断で別の薬に変えてもらうこともできます。なので、一人で、月経が重いからといって悩まずに、そして一つのピルが合わなかったからといって諦めずに、どうかまた病院に受診して先生と相談をしてほしいなと思い、私の症状を今回動画で撮影させてもらいました。今のところ、私がお話しできるのは、ここまでということにはなるんですけれども、また、経過が経ちまして、何かお話しできることがあれば、この動画を通して、上げさせてもらいたいと思います。それではまた。